東京都知事候補者無所属中川智春55歳岡山県立水島工業高等学校卒業岡山大学事務局文部議官文部省大臣官房文教施設部福岡工事事務所辞職では中川智春さんの政見放送です 政策はリアルタイムに、えー、設計しなければならない時代の流れにより全く違ったマニフェストになる場合がありますそれをご了承ください中川智春のマニフェスト「トップガン」「政治ローム」「中川」 トップアンス政治というのはどういう政治かウィキペディアに政治とは広い意味において人々が生活する上で従うルール、社会、当時を創造し、維持し、修正し、また破壊することを通じて行われる活動であると書かれてある今、地球は本来人間は動物ですから 弱肉強食の本能を持っていて、そのような状態になれば殺し合いになる、そういう時代だからこそ、決して根回しをせず、純粋に選挙民の民意だけを冷静に分析し、民意を得た瞬間から強い指導力を発揮し、その人の品位、強要、法力、努力、決断力、実行力、 人間性も含めて政策、むがね人によって政治を進めていく政治である、その人の総合力で進めていく政治がトップガン政治であります。私は政治活動で政策はもちろん、ものの見方や考え方を国民に伝え、民意を得たらその場に立ち、強い指導力で、 政策を実,実行していく民意を得なかったらそれを冷静に分析し政策を練り直し民意を得るまで続けていく伸びていく伸びていく変わっていく政治である反対勢力に反対されても決して根回しをしていないのでまだ、ね、解散して選挙をすればいい専制政治独裁政治であるが私にしか できないせいである時間がないので東京都知事に就任してからの予定のマネストですこれは後で YouTube に中川智春で出ますのでぜひご覧になってください下記の下線部は絶対変えないように特にそうしないとどんぶり勘定政策がすべて壊れてしまうのでこの箇所を許すと個人も退席だが強制も考えている私です トップガンス政治フローム中川でなくなります。絶対、全体を見て、この政治、政治です、政策でなか、政治、政治を理解してください。原則としては他の人がお金をあげたりしてもダメです。トップガンス政治フローム中川とは、あまり堅苦しく考えず、柔軟な発想、ふとした思いつきで、発想が浮かんでくることが飽き、そういうものを取り入れ、問題を解決していく。問題 伸びていく政治とは公約で、東京都職員、議員、すべての職員の限界、挑戦するスピード政治である、努力すれば誰でも幸せになる国を目指し、政策をみんなで考え、この複雑な社会を変えていく、皆さん、責任を取りますと言いますが、やってみないと分かりません。本当はは誰も、責任は 取れないんです政策を考えよければ、規律を決め、命令、ミッションを成功させ、職員一丸となって条例、正し角などを使い、実行はしていく、とにかく東京都をよくすることをみんなでアイデアを出し、素案が決まれば、ミッションを設定して、と、職員全員でミッションを制作成功させていく。私は。ええ 全世界の人が愛してくれた世界を通した国の本物の国王です昭和61年から国王を目指し周囲全てが表面は普通ですが心の底では馬鹿にされた状態でした相手は空日蓮大聖人その環境下の中で国王としての考え親家で堂々と戦える手術を全て自分で授与して身につけてきましたほとんど必要なものを自分で 熟露して考え体験をバカを包んで身につけてきましたもう時間がなりますあとは youtube に載せますので中川智春ですどうぞよろしくお願いします東京都知事候補者無所属中川智春さんの放送でした